ジルジャン400周年おめでとうございます。ドラマーの今井義則です。ジルジャンシンバルはですね、僕がドラムを始めた当時からずっとこうすぐ近くにある存在として、いろんなところで叩いたり触れたりしてきてですね、もう僕の中ではもうシンバルの代名詞と言っても過言ではないぐらいの大きな存在なんですけれども、まあ、プロになってからこのジルジャンシンバルの素晴らしさっていうのはね、身に染みて本当に感じています。なんと言っても、どんな時でも音が聞こえてくる大きな編成のアンサンブルだったりとか、あとは音の大きな現場とかっていうのを僕はよくやるんですけれども、その中でもなんというかその無理なくすごくそのきらびやかな、シンバルのサウンドっていうものが抜けて聞こえてきます。いつでも聞こえるっていうのは本当にすごいことですよね。またこう静かな、アンサンブルの場所でもそういう時はそういう時ですごく繊細な世界観を持って鳴らしてくれて、僕がその表現したい音楽っていうものを支えてくれるのに本当にいつも心強く感じています。400周年を迎えたということで、これから先ね、500周年、600周年とね、さらに歴史を歩んでいっていただきたいなと思いますし、僕も本当にいつも信頼を寄せて、これからもずっとジルジャンシンバル演奏していきたいと思います。これからもどうぞよろしくお願いいたします。本当におめでとうございます。